なんか胃がちょうどいい。お昼食べなくて、あそこでちょっと魚を入れた結果、このさっぱりが余計さっぱりしてる。すげえ食うじゃん。栃木県出身なんで。そっか。で、土地乙女だもんね。そりゃ食うね。水だね。水のように体内に流れていく。やばい、栃木県民の代表がいちごは水のように体内を流れるそうです。どうですか？みずみずしい。うん。うん。ミスター。はい。これ絶対美味しい。はい。え？くれんの？絶対美味しい。ええ子やん。イエーイ。うん。麦の真似してます。麦の真似。うん。自然じゃないよ。やばい、お宅に怒られる。これまた悪意だって言われる。悪意じゃないよ。ここだ、ゴミ箱あったあった。練乳取ってくる。注意事項、食べれるよ。食蜂の巣。はい、曲がりました。いや、これほんとすごいよね。うん、このコンデンスミルク、ドーンドーンだね。割と私はもうこれを最後かなぐらいの気持ちになってる。え、そうなの？うん。お腹いっぱい？お腹いっぱいっていうか、あの、そのフルーツを普段食べる習慣がない分、うん、めちゃくちゃいいイチゴを食べて満足度が上がってる。あー、なるほど。お腹いっぱいっていうより、はぁ、幸せ、満足、みたいな。いい意味で。寒いわ。映ってんのこれ。あ、映ってんな。ピロピロ。髪もさやね。何個食ったか数えます。いきます。1 2 3 4 5 6 7 8、9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28、今28です。まだまだでしたわ。行ってきます。へぇー、お口がおんこもおんこも。あれてるやん、めちゃくちゃ外が。伊達さん大丈夫かな。全然平気よ。違うよ。ん、大荒れってことは、うん、ああ、この後お腹壊すのじゃないかな。それだけだったからね。それだけだったからね、食べてるから、うん、その場でもうこの辺一文字なのかな。この辺の店あるから滞在しようもん。また次取ろうみたいな。滞在しようもん。やっぱお腹痛い。今、その時に行きたいって言っていたから。伊達さんのお腹の調子とリンクするから。すごいね、本当。松坂修造のびっくりの太陽の操り。そのさ、奥の方って結構大きいのない？奥結構まだ赤くなってないのが多い。ああ、そうなんだ。
からね、さっきこっち側のね、奥はね、でっかいのすごい多いイメージだったんだよ。あ、そう、こういう双子みたいなやつだね。私、ちっちゃい方が好きかもしれない。あ、そうやね。下が浮いてるのが好き。なるほどね。こういうやつか。ピョン。そう。これがもうちょっと赤くなってピョンって出てるから、ね。下の中に。あ、ほんとだ。かわいい。あ、いいイチゴじゃん、これ。かわいい。うまい。お、うまい。いいもの見つけたね。やったそう、イチゴ埋まってるパターンね。なんか喋れや。無心で食べるがな。まい。やりきった感じ。私こそっけだけどねえ、どうして何最後道使ったの今今起きてるのおかしいの最後の手だったかな予定と思ってだって脳的にがしゃべれないじゃん何それなんだっけ何を待ってるのイセイロセ2イセイロセ3イセイロセ1イセイロセ0はい伊勢のせ2伊勢のせ1おー、